ぽいので、こんなセット12時かな。美味しそう。入れていきます。ミュミュ、チャンネル TV、 京都を中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。こんにちは、ミュミュのはんなり京都 TV どっすえ。今ね、私ね、武田街道に来てるんですけども、今日はその武田街道沿いに面白そうなお店があるんですよ。そちらのお店を今日はご紹介したいと思いますので、みんなの衆ついてきなさい。あ、見えてきましたよ。こちら24号線沿い、私今あの京都駅の方に向かって歩いてます。その道路沿い、目の前マクドですね。マクドの真ん前にあるんですよ、こちら。ラーメンどこ中房さん、ラーメン屋さんなんやけど、ラーメンって書いてるんやけど、なんかね、メニューがすごいいろいろあって、ほらこんな感じで、よくないこれ。今日はちょっとビールセットは飲まないけど、ご飯食べに来たから。こんな感じ。唐揚げがね、名物っぽいね、つけ麺とか。大将、はい、自分食べてるとこって動画撮ってもいい？あ、いいよ。ありがとう。メニューがいろいろありすぎて、めちゃくちゃ悩みました。めちゃくちゃ悩んだけど、おすすめにしようと思う。おすすめというか、なんか私なりのおすすめ。なんか、大きく文字書いてた、つけ麺と、こんなんがあるから、唐揚げもメインで、カレーもね、おすすめっぽいので、こんなセット12時かな。これと、つけ麺にしたいと思います。キムチとかキムチ、先にいただこうかと思います。いただきます。お菓子のほら。うわ、大根な。うん。ちょっと、ピリ辛やろ、これ。うまいです。最初これ500円セットやったら取りに行っていいの？これカレーの500円セット取りに行っていいの？あのカレー勝手に入れていいの？うん、いいよ。カレー食べてていいの？あ、分かる。最初に入れたらいいね。分かった。これがカレー定食、じわじわ串ちゃん唐揚げ。ちゃんと目玉焼きもついてますよ。ではカレーを塗りに行ってきたいと思います。これね、スープもつくね。はい、スープにしよう。で、こっちがカレールー。うわ、美味しそう。入れていきます。カレーも入れてきまして、今入れてる間につけ麺も完成したので、全部完成です。どうぞ。では揃ったので最後いただきます。まずはスープから。うん、すっきりさっぱり、お出汁が効いてて美味しいです。このスープは飲みやすいわ。
何から行こうかな。カレーも食べたいし全部食べたいけど、ちょっとこのつけ麺のね、このお出汁が気になるのよね。これ行こうかな先に。で、おいしい。魚介スープや、魚介スープ。具もね、こんなもやしと、ほら見て、こんなでっかいが。食べてみます。つける前に食べてみます。うん、結構めちゃくちゃ美味しい。ではここに麺をドボンしていただきたいと思います。麺も美味しそうよこれ。ほら、これをここにドボンして。うわいいね。680円、安い。うん、ラーメン屋さんというか家庭のね、家庭のラーメン屋さん、独自のラーメン屋さんという感じで、美味しい家庭的な味。このつけ麺やったらラーメンもいろいろあるんですけど、美味しいと思います絶対。あとでこれね、大将が言ってたこれをね、味変でつけて食べると美味しいらしいので、あとでやりたいと思います。これがね、名物としちゃん唐揚げ。これもなんか家庭的な感じやで、運動会で入ってそうに唐揚げ。ほんまや、ほんまや、めちゃくちゃ美味しいこれ。外のカリカリさがすっごいカリカリのカリカリで、さっきちょっとじわじわと柔らかいって書いてるけど、柔らかさは尋常じゃない、美味しい柔らかさ。これが人気出るわ。うまい。見てこれ、これ見て、どんぶり。レンゲ、待ちに待ってました。カレーやで、カレーもほらもう美味しそう。いただきます。はい、カレーも美味しい。フルーティーなカレーやわ。辛くもなく甘くもなく、ちょうどいい。これね、皆さんね、食べれるだけ入れてくださいよ。残したらダメですよ。1回限り入れてもいいので、少なくても多くても1回限り。うん、これセットで500円やったらめっちゃ安いと思うわ。カレー大好きやからめちゃくちゃうまい。うん、うまい。これやってみます。このね、大将特製のニラをのせて、大丈夫か、私辛くないかな。うん、うまいけど、ちょっと辛いや。こ
これはちょっとで、おお。ちょっとタイム、ちょっとタイム。ただいま。めっちゃ辛かった。これほんまにちょっとでいいと思う。これをここに入れて、で、ちょっとちょっとこれちょっと。もうこれでいい、これでいい、こんなこれでちょうどいいと思う。やばかった。うん、うん、さすがラーメン中細、美味しい。うん、美味しい。さっきね、唐揚げについてきた卵を乗せてエッグカレーにしようと思います。これ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 、これをここに乗せてエッグカレー、カレー丼風。やっぱいつも、うん、で揚げ上げが悪いから唐揚げももうちょっとずつ足そうかな。唐揚げ丼なんか聞いててパクパク食べてたらもうなくなってきました。創業8年、昔は北区の方で中札さんやってたので相当も長いですよ。お腹いっぱい食べていただきましょうという心意気がかっこいいです。お腹いっぱいどころかもう吐き切れそうなぐらいいっぱいになりました。ラスト、お腹いっぱい、やらかしすぎた感触です。美味しかったです。ごちそうさまでした。いかがですか皆さん、武田街道にこんないいお店がありますよ。皆さんもこの大将の心意気を見に、美味しいご飯とラーメンを食べに来てみてはいかがですか。では最後までご視聴ありがとうございました。ねえにハンネル京都 TV、 チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではまた。お腹いっぱいです。